皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのセリアで売られている電動ネイルケアセットを試してみたいと思います。こちらビットが3種類入っていて、甘皮のお手入れと凹凸を滑らかにするビットと形を整えるビットが入っています。こちらをちょっと使ってみようと思います。それではどうぞ。はい、箱から出してみました。こちらがアルカリ炭酸電池が必要って書いてあるので、まず電池を入れてみたいと思います。では後ろを見るとこちらネジがついているので、ネジをまず外します。はい、では炭酸の電池を入れます。こちらで使えるようになりました。はい、ではまず甘皮のお手入れをやってみたいと思います。使うビットはこちらです。こちらをこの中に差し込みます。グッと差し込みます。結構力がいります。ではこちらを使って甘皮を押し上げていきたいと思います。ではこの薬指を使って甘皮を押し上げていきたいと思います。ではこのボタンを押しながら甘皮を押し上げていきます。ネイリストさんですと、ネイリストさんの使っている電動マシンはこの右に行ったり左に行ったりするボタンがあるんですけれども、これは一つしかないのでちょっとやりにくいと思うんですけれども、うまくコツをつかみながらやっていきたいと思います。ただこの回転はこの右はすごいやりやすいと思います。こっち側ですよね。こっちはちょっとこの親指で上げながら、上げていきます。こう上げていきます。こういう、はい、甘皮が綺麗になくなりました。はい、では次に凹凸を滑らかにするビットに変えてみたいと思います。ではこちらをこの根元を持ってグッと引っ張って、ではこちらのビットに変えます。ではこちらもグッと差し込みます。はい、ではこのボタンを押しながら表面を滑らかにしていきたいと思います。こちらの回転もこうするよりもこう上に上げるとやりやすいと思います。ではやってみます。力を入れないで軽く
軽く当ててあげると爪が傷まないで滑らかに、爪の表面の凹凸を滑らかにすることができます。マシンちょっと怖いなって思う方もいると思うんですけれども、こう当たっても全然痛くないので失敗しても大丈夫です。はい、表面がなだらかになりました。では次に形を整えるビットに変えてみたいと思います。ではこちらを根元を持って抜きます。はい、では次にこちらのビットを差し込みます。はい、ではこちらで形を整えていきたいと思います。形の整え方はここの表面のここの表面を使ってこの爪に45度当てて削っていきます。なぜ45度かというと、こう90度で当てるとこうぐるぐるこうなっちゃうんです。痛い感じになってしまうので必ず45度にして、爪の表面必ず45度にして爪を整えていきます。こんな感じです。はい、こちらで完成です。この甘皮のない状態でジェルをのせると見栄えも良くなって持ちも良くなって、もうとてもいいこと尽くしです。甘皮があることによってジェルも浮きやすくなってしまいますし、根元も綺麗にジェルが形作れないので、やっぱり甘皮のケアをしてからジェルをのせるのがとってもおすすめです。こちら100円で買えるのでとってもおすすめな商品です。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。